クイーンズクエストの天崎美優です。はい、嬉しい、楽しい、ベリーシー、ベリーシーです。はい、高速爆弾の島のあずみです。ゴールデンフェニックスの上谷さんです。よろしくお願いします。はい、本日は松尾ジンギスカン札幌宮の森店さんにお邪魔しております。おー、いただいてます。はい、いただいておりますね。いただいてます。甘い、うん。どうですか。うん、あ、うまっ、うん、うん、うん、やばっ。1月3日、横浜武道館大会です。はい、はい、トライブダービー初戦でございます。そうです。イエーイ。覚えてんの、エグくないですか。よくよくいい。あ、白いベルト戦前にガツガツ、ソーラミとやった覚えがある。ソーラミとシロイミと前ってことだ。そう、前でめちゃくちゃバチバチやりやった記憶があります。やってた、やってた。だからしかもさ、それドローだったんですかね。決めきれなくて、ね、っていう思い出でございますね。でございました。なんとなく覚えてて、それとかして前ひめゆずし自体が初めてだったので。3人で組むのか。そうですね。なんかとにかくがむしゃらにやってた記憶があります。でもすごい楽しかったです。私は今でもやっぱ姫香さんが、まあ、ちょっと今引退されてしまったんですけど、あのタッグは今でも思い出として存在っていうのを取ってありますね。2月4日エディオンアリーナ大阪第一競技場大阪ビッグマッチですね。第一、あー、いつも第二で試合することがいいですけど、第一何ありましたっけ。はい、ワンダーオブスターダム選手権、上谷沙耶対渡辺桃子。おー、やりましたね。はい、やっぱ、まあ、自分から役指名させてもらったんですけど、やっぱワンダーといえば渡辺桃子っていうのもありましたし、まあ、最多防衛記録保持者としてやっぱり超えなきゃいけない壁っていうのは自分でも思ってたので、あそこで自分が超えることができたのはめちゃくちゃいい経験になりました。デビュー戦の相手もね、渡辺の方だもんね。それもめっちゃさ、エモくない？なんかね、結局大逆転で負けたって。でも今は最後の勢いが並ぶか並ばないかの時に、デビュー戦の相手と対戦って結構エモいよね、はい、シチュエーション的に、はい、それは私はすごく好きです。はい、3月4日東京国立代々木競技場第2体育館ワンダーオブスターダム選手権試合、上谷沙耶対葉月。あー、おー、あれは顔面がどんだけボコボコになったことか。もうあれはもういいですよ、殺し合いです。もう放送できないから。もうえぐくて、もうとにかく、まあ、葉月選手はその、まあ、一回やめてしまったんですけど、その復帰した一つの理由として白いベルトが欲しいかなっていうのがあって、まあ、復帰してきたんですけど、やっぱそれぐらい、なんだろう、もう人生かけてきてるというか、気持ちがめちゃくちゃ強い、とにかく負けず嫌いな選手で、それが試合に全て出た分、まあ、自分は王者とチャンピオンとして全てを受け切るってことができた試合だったんじゃないかなって自分の中で思ってるので、めちゃくちゃ印象に残ってますね。もうバチバチバチって感じでした。ハイスピードスターライズキントコです。そうです。こちらの最多ポイント更新のみたなっております。ありがとうございます。なんかこう、あずみさんのキック選手にしか出せない世界観みたいなのがすごい伝わった試合で、私やっぱすごい印象に残ってます。最多攻撃力は必要に変えないかなと思ってたので、柏田さんとあいつも引き受けてくれたし、2人で、ね、メイン張るっていう夢は叶わなかったんですけど、まあでも、なんていうんだろう、まあ、セミまでには行けたので、し、まあ、私が取った日、長岡取った日も、まあ、世界的に、ね、話題になって、2人のそのまあ、いい思い出がつらいです。思い出なんて言うんだろうね、なんか歴史、歴史、そうそうそう、ナイス、はい、ナイスとか、語彙力、語彙力、語彙力だったんじゃないかなと思います。はい、でもやっぱ楽しいですよ、聞くというのは。すごく手の内を分かりやすいから、
終わらない。次は3月25日横浜武道館ニューブラッドプレミアム。おー出たー、スリーさんとだ。なんで知ってるんですか。私が締め殺されたやつ。そうです、超新星5番勝負第3戦天崎美優対シュリー。5番勝負3戦目でしたね。でもなんか2戦目と3戦目の間が空いてて、で3戦目でシュリーさんに自分が言ってで挑戦させてもらってだったので、なんかもう最後スリーパーだったんですけど、なんかギブできないと思って、これはギブって言えないと思って、そしたら気づいたら終わってました。そしてこの日は新人デビュー戦、花子レディーシー VS マイカ姫香。おー、覚えてます。なんかもう花子は入場前から泣きそうで、ほぼ泣いてなかった。泣いてました。そうなんですね。大丈夫だよって言って、なんか試合前なのに一緒でよかったですって言われて、もう試合後のコメントじゃないですか。はい、そして3月26日、こちらも横浜武道館、シンデレラトーナメント1回戦。ああ、私、ツッキーだ。覚えてます。ツッキーでした。私は、なぜきちゃんですかね。私は、岩谷真由です。勝ったっけ、止めたい。いや、自分は、両者リマウントしちゃって、なんかもう、そう、もっとやり合いたかったのに、自分が仕掛けた技で、その一緒に落ちちゃって、仕掛けた技というか、一緒にリガードしちゃって、持ってあげたかったなっていう、完全燃焼でちょっと今年はシンデレラ終わっちゃったなっていう印象です。シンデレラ99、全員1回戦で亡くなったっけ。あ、そうだ、歌の田中さんとやって、短いね、10分でしたっけ。時間が足りないですよ、とにかく10分が短い。私と葉月ちゃん、IWGP 前の前哨戦やったんですけど、リング出すと距離感甘いものですよ。エプロンで、ね、ミスティさんやったらいけるかなと思っちゃうじゃん。いけなかったです。いけなかった。目の前に私落ちてめっちゃ怖いですもん。リングの使い方が天才と思いました。リングの前に止まりつし、本当遊び感覚だったな。いけるかなって思っちゃう。4月23日横浜アリーナ大会。あ、フワちゃん、フワちゃんだ。私はハイスピード100マッチでしたね。はい、念願のそれがアメリカのタッグ止めました。わーい、願いかかった。あれ、あずみさん、あれ入場でこの辺ですよ。これは、これですか。それは記憶になかった。なんか、これですか。1年以上頑張ったからああいう結果だったし、めちゃくちゃ
本当に、本当好き、あれ。ありがとうございます。嬉しい。本当に冷たいのができたと思う。はい。はい、そして月が変わって5月4日福岡国際センタータイトルマッチやった方がいますね。はい、うん、セラミもうあれです、横浜アリーナで復帰戦で負けました。私はだって何年ぶり、2年ぶりに復帰してあるって思うじゃん、ブラック何もないんですよ、あの全然変わってなくて5月12日ニューブラッド品川インターシティホール超新星5番勝負第4戦は渡辺桃。なんかすごい場外でブレーンとか場外がすごく多くて、であと狂気もありつつだったのでなんか痛かった痛かったです絵日記みたいな感じで私が花子とニューブラッドカップ制覇に挑戦した時ですよね。そうですよね。そうです。はい、よかったカルマっていう得体の知れないね、突然現れた選手と戦うっていうのはすごい緊張したんですけど、それがきっかけで私がディアナ参戦したことになったりとかね、まあ、未だにカルマとは僕も冷たいなとは思ってるんですけど、そうですね、そういういい収穫があった試合だと思ってますね。ハイスピード選手権試合、うん、安住対鹿島崎対不機嫌です。3way です。3way です。ホームチーズ2対1でとか、そうですね、1年3ヶ月応援して、うん、最多ボイ結婚して終わり方が私がいないところで終わってたんで、うん、まあやりきれない感じは少なからずありますけど、まあでも次に進むのにまあタイミング的には良かったんですけど、なんかその終わり方が思ってたのと違う、もっと私は変えたいと白髪みたいな感動的なのを期待してたのに、なんか知らないうちに終わってて、なんかいやでもそれもそれで、まあ、私らしく、まあ、鹿島崎らしくてまあいいんじゃないかなって思いますけど、どうでしょうかね。6月2日ニューブラッド品川インターシティホール超新星5番勝負からいきます。はい、天咲美対安住メイン、はい、メイン ラストの5番勝負、はい、ラストの5番勝負締める来ると思わなかった、なんか違う人かなって同じタップの相手と来てくれる、うん、めちゃくちゃ照れてる。そう、なんか歌のイメージがあったから最後歌かなと思ってたら、あれ名前呼ばれたから呼ばれたよね、マイクにしたのか、マイクで YouTube にしたの、 YouTube で、はい、やっぱり呼ばれてるって思ってYouTube 見ながら、いやすごく楽しかったけど、それも、はい、歌うことない、初です、初シングルだよね、初シングルで、ね、だってデビュー2戦目から歌ったら3戦目です、3戦目から来てたから、マジ戦う期間マジでなくて、そうです、そうです、いろんな安住さん対策でいろんな技をやっぱ組むとね、見てるからね、分かるもんね、そうですね、お互いね、やったことない技多かったですね、確かにやったことないこと多かったと思って、あ、確かにもう全部の試合がハードすぎて、はい、大変だったのもあるんですけど、まあ、やり遂げて達成感で、これからも頑張るぞみたいな感じの気持ちにはなりました。一番勝負だったらまあ、デビュー戦の相手で、なんかデビュー戦からの その成長の差、その5番勝負やってきた成長の差みたいな感じを見せれたら嬉しいですね。ちょっと前のね、朝口取りできなかったけど、すぐ場面ちゃったら、ね、そうなんですよ、ね、そうだ、いつかやりたいね、また、ね、はい、それもやりたいです、チョコプロフューチャーオブスターの選手権、最後のフューチャー、あー、そういうリナとか、私多分シングルでメイン作るのがあれ初めてだったのかなと思って、そうですね、で最後のフューチャー挑戦っていうのもあってすごい緊張してる記憶ありますね、まあ、でも本当にやりきって全部受けてくれて、こう防衛されたってことで私はすっきり、まあ、完全に悔いが残ってないってわけじゃないんですけど、すっきり諦めて今はね、他のベルトすごい思ったんですけど、アーティスト欲しくないですか、欲しい、勇気があるに欲しくないですか、アーティスト、めっちゃ欲しい、ね、そこを狙っていきたいなとは、うん、あのキストと
6月25日また代々木第二体育館隣だー。大変でしたね。いや、そうですよ、花火のことは私たちでございます。本当に私が欠場中にしたい間に決まってて決まっててそうリングいながらはみんなは何だお母さんから連絡行きましょう。え、花火入るの知らないで、ね、何それ本当にあの一瞬一瞬がもう私こびりついてますもん。いや楽しかった。本当結果論だけど、はい、あれも結果的にどうなったかによってはまた違ったんだけど、ね、今回の終わりを見て結果はもう楽しかったなと、ね、最後みんなで本当抱き合って笑い合って終わりかって笑い合ったかな。もう絶望でした。動けなかったり痛みがすごくて、こんな見たい席のビリビリなんかこういいですよ。歌に参加ですよって言ってなかったし動けなくて、ね、もう足あ登りたい、ダメだ、終わったと思った瞬間に花火って戻るのありなのかなって一瞬考えるわね。花火って戻るのありなのかな。私は戻らない私は戻らないとりあえず抑える。私は迎えたいです。いや、なんでそういうことですか。シングルで、シングルでお願いします。シングルで、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 よくない言葉の理由考えてるじゃん。隣は楽しい。あずみさんが入るって言うんだったら入ります。ああ、さすが並べない。嫌ですけど、じゃあタッチマッチ0以来タッチマッチ。上から飛んだことないからね。上から飛んだことないから。めっちゃ楽しい。フランチェール、フランチェール。危ないことだから無理はさせないけど、でもなんかね、アドレナリンやっぱすごいなって思う。全然怖くなかったね、花火は。もう1回目より何年も怖くなかった。でも降りるの一番早かったんで。早かった、早かった。降りるスピードいくかも。もしかしたらいけるかも。いけるかもね。その感じもね、もっともっとすごい試合よね。そうだね、来年のアワード、はい、ベストビリット賞取るためには、やっぱ上半期の、はい、じゃなくて、下半期のね、そうですね。レシピ合ってくるから、下半期のクイズテストは。皆さんもね、頑張ってもらって、もっともっと頑張っていきましょう。YouTube でも、はい、試合でも、会場でも、ワールドでも、ぜひお会いしましょう。はい、以上、休憩でした。またねー。